エネルギーを集めて溜め込んでいるです。中のコレクターを壊さないとサイロのバッテリーがチャージされ続けてしまうです。このままでは私たちが中に入れないです。よし、俺が行って東大のコレクターを壊すんだな。いや、この仕事は3人が力を合わせないと無理です。入り口には鍵がかかっていて、頂上のハッチに登れるのはあなただけです。中に入ったら下まで降りて、入り口の鍵を外して私たちを入れてくださいです。わかった、入り口で会おう。オーロラコレクターはどこだい？あっという間に壊しちゃうよ。その前にすることがあるです、マリン。コンピューターからエネルギーの流れを逆転させるので、メインサーキットブレーカーを持ち上げててください。そうすればスライが電線を登ってシステムをオーバーロードさせられるだけの時間を稼げるはずです。アップダウンアップダウン、エレベーターはないのか？急いでくださいスライ、いつまでもリバースにしておけないです。これ見た目より重いよ。マーレーの情報によれば、あのサイロにバッテリーが隠されている。バッテリーの中に入るためにオーロラエネルギーをなくしてしまいましょう。サイロのてっぺんとボートのフックをつなぐことによってバッテリーのパワーを消耗させられるはずです。次はマーレーのところに行ってくれ。船に乗ったらオートパイロットをハッキングして船をフックが届くところまで近づけるです。よし、これからサイロの上に移動する。バッテリーに何本ワイヤーをつなげばいいんだ？ 3 本です。最初のラインをつなげたら、マーレーと私は他のボートを持ってくるので、スライは待機しているです。ああ、待ってるぜ。君はあのボートに投げる準備ができたよ。オートパイロットはと投げてくれ。バッテリーにつなげる。フックがつながった。誰かに見つかる前に急いで次のボートを持ってきてくれ。2つ目のフックもつながった。もう1本線をつなげばバッテリーは空だ。こいつどうなったかと思ってたんだが、このままの方が良さそうだな。これでよし。バッテリーが空になったです。これで中に入れるです。卵を手に入れる前にまずはオイルパイプを全部ぶっ壊すと。ずいぶん硬そうだね。僕も強いけどこれはさすがにちょっと厳しいかも。マレー、あそこにいるクマが見えるか。名前はグリズルフェイス。おじいさんなんで普段はおとなしく寝ている。でも魚の匂いには敏感なんだ。魚の匂いでグリズルフェイスをうまく誘導してオイルパイプを壊してもらおう。でも僕は魚の匂いはしないよ。ねえ、どうやっておびき寄せる？川に行ったベントレーが爆弾を使って魚を捕まえてる。上から魚がどんどん落ちてくるからターゲットに投げつけるんだ。それをオイルパイプに投げつければグリズルフェイスがやってきて壊してくれるというわけだね。その通り。ガードにも魚を投げつけてやるといい。きっと喜ぶぜ。あいつは結構すばしっこい。すぐ来るぞ。ゲームで負かすためには巨大なカナディアンイーグルの力を借りるといいです。彼らの巣はあの氷山の上です。卵を一つもらってアシトまで大事に持って帰ってきてください。そうすればわしの防衛本能をバイソンへの邪魔として利用できるです。簡単そうに言うけど、あの氷水の中を泳げっていうのか。パラグライダーが使えるですよ。破壊したパイプからオイルが出るです。それに火がつけば巨大な炎が燃え上がるです。なるほど、炎の上昇気流を利用するってわけか。炎には気をつけてくださいです。近づきすぎるとクマさんの今日の晩ご飯がアライグマのバーベキューになってしまうです。笑えないぜベントレー。わしに気をつけるですよ。くやったです。 ランバージャックゲームは我々にかかっているです。マーレーがランバージャックガイドを読んでいたのは知っているけれど、そんな知識ではジーン・バイソンの腕にはかないっこないです。だからこういうのはちょっと心が痛むですが、ズルするです。マーレー、あなたはパワーチョップ競争に出るです。いいスコアを出してバイソンに番を回すです。バイソンが斧を使っている間、私が忍び寄ってわしの卵をズボンの中に入れるです。 卵を取られた親わしがバイソンの邪魔をするように、つらい。あなたはその身軽さを生かして氷の壁登りをやってほしいです。私たちはバイソンを壁から引き離していいスコアを出すのを邪魔するです。最後に丸太転がし競争に参加するです。私の転がし技術をもってすればいいスコアを出すのは簡単ですよ。つらい。あなたはバイソンの丸太にオイルを塗って転がせないようにしてください。準備いいですか？ あの脳みそが筋肉でできているランバージャックどもに私たちの力を見せてやりましょう。